パチュリとは、シソカミズトラノー族の植物である。ハーブの一つであり、主に精油に加工され利用される。古くから、香や香水に用いられている。インド原産。その名前は、タミル語で、緑の葉を意味するパッチャイ依頼に由来する。パチュリ、パチュリとも。漢方では、パチュリの前奏を乾燥させたものを、各香りと呼び各香り性気酸などの漢方薬に用いる。 主に東、インドや西インドなど熱帯地方に生育している。高さおよそ60から90センチメートルの低木であり、暑い環境でよく育つが、直射日光は好まない。その花は強い方向を放ち、晩秋頃に開花する。種子は非常に脆く繊細である。水栽培も可能。パチョリ油精油は、 乾燥させた葉を水蒸気蒸留することによって得られる。葉は年に数回収穫される。通常、栽培場の近くで新鮮な葉から抽出された油が最高品質のものとされているが、他の国で油の抽出を行うために葉を乾燥させて輸出することもある。精油の主成分はパチョロールと呼ばれている。パチョリが虫除けに効果があるという研究もある。 18世紀から19世紀にかけて、中国から中東へ絹を運んだ。シルクロードの交易商たちは、イガが布に卵を産みつけるのを防ぐために、絹を乾燥させたパチョリの葉と共に包んで運んだ。パチョリ油や香が持つ強い匂いは、他の匂いを消すためにも用いられた。ありがとうございます。